はいどうも、車買う千葉ワンザク千葉です。日本全国47都道府県を愛車で巡る車旅のコーナーです。今回の旅車は納車されたばかりのマツダの CX80 クロス D ハイブリッド。こちらで、実家のですね、両親、兄弟、そしてボーダーコリーのクーちゃんを連れてですね、5人プラス犬のねフル乗車で北軽井沢を目指す旅ですね。まずね、今埼玉にいるんですけれども、ここから横浜までワンソク家を迎えに行くところなんですけれども、現在の走行距離が278キロと出ています。果たしてね、どれぐらいの走行距離になるかというところもね、初の多人数乗車でのロングドライブとなりますんで、そのね燃費とか、走行距離とかいろいろね、フル乗車した時の、ドライブフィールなんかもねレポートしていければと思います。はい、ということで、今横浜のね、実家について家族をピックアップして、くーちゃんもね、乗せたということで、まあベルファイアに比べるとだいぶ狭いですかね。後ろ狭いですか？ちょっと狭い。やっぱ3列目はねかなり狭いという感じですけど、2列目をね多少融通しながら、乗っていくという感じになると思います。まあでも弟はまあ大体同じぐらいの体格ですけど、まあ一応頭つかないよね。ギリギリ、はい、ギリギリつかないという感じなので、一応大人の男性が座っても、一応座れる3列目となっています。あとワンちゃんね。じゃあここからですね、軽井沢の方、目指していきたいと思うんですが、軽井沢のねプリンスのショッピングプラザですね、あそこで、ドッグデプトがあるということで、そこでね、ワンちゃんグッズを買いたいということなんで、そこを目指していきましょう。アレクサ、軽井沢プリンスショッピングプラザに行きたい。軽井沢町軽井沢の軽井沢プリンスショッピングプラザへのルートを案内しましょうか。お願いします。はい、ルートを探しています。はい、こんな感じでね、アレクサを使えばですね、あの目的地設定をねいちいちあのナビ画面からね入力しないでもできるようになったっていうのはね、今回の CX80 の良いところだと思います。現在の走行距離がですね、総走行距離がまだ353キロということで、埼玉を出てから、まあ、70キロぐらい走ってきた感じですね。ガソリンはですね、割と最近入れたばっかりなので、残り880キロ走ることができるというふうに出ています。まあ、目的地まで230キロと出ていますので、往復してもですね、余裕で、燃料は足りると。こちら軽油となっていますので、その辺のね、経済性があるっていうのもいいですよね。それでは、しばらく走っていきたいと思いますが、現在の障害燃費がですね、リッター 16.9 と出ていましたので、果たしてね燃費がどこまで伸びるのかっていうのもね、注目しながら走っていきたいと思います。フル乗車ですからね、初めてここまで、人数乗せて走る CX80 ですが、やっぱディーゼルだからいいですね。おそらく、まあ、300キロ以上の積んでると思うんですけど、通常状態よりね。でも車が重くなってるはずですが、やっぱディーゼルのトルクがあるんで、やっぱその辺はね、特にそのなんかめっちゃ遅くなったなとかそういう感じは今んとこ感じてませんね、うん、全然出足の発進加速とかもグイグイ引っ張ってくれるんで、これエンジンだけでも550ニュートンメーターあるんで、まあ、そういうところはねこのディーゼルの良さっていうのがね出てるかと思います。はい、今ですね横浜横須賀道路港南台インターチェンジをですね、乗りまして、ここから高速走っていきますが、 MI ドライブ、ミニドライブですね、こちらをスポーツに今変えました。で、加速していきたいと思いますが、ちょっとね前が疲れててあんま全然加速できなかったんですけど、ちょっと中間加速してみましょうかね。あ、まあやっぱりね多人数乗車してるから、あの1人とか2人乗車の時よりは、まあ、加速感という意味ではですね、加速していかないなという感じはあります。スポーツにしてもね。まあ、それはしょうがないかなっていうところですが、ただやっぱ巡航する際にはですね、全然不足は感じてないですね。じゃあちょっとノーマルに戻してまた走っていきますが、やっぱね、ディーゼルいいですね。低回転のトルクがすごくあるので、全然1500回転以下で車速を維持することができるというのはね、やっぱディーゼルプラス、やっぱ今回発足ね、トルコンレス AT 採用してますけど、そのね多段 AT の恩恵はありますよね。だから高いギアを保ったまま、クルーズすることができると、まあ、それがまあ燃費にも効いてくる
わけだと思うんですけども、ただねやっぱり多人数乗車してるとどうしてもやっぱ重いのはありますから、ちょっとアクセルを踏みますとやっぱシフトダウンをして加速をしていくような感じになりますね。でもうすでに実家をスタートした時点ではですね、リッター 16.9 だったんですけど、今 16.7 まで下がってきてます。やっぱ人数が多いとね、どうしても燃費はね、厳しくなりますからね。でもね、乗り心地は悪くないです。まあこの前ね、高速の横羽線ね、CX60 ではピッチングがひどかった道走って大丈夫だったよっていう動画出したと思いますけど、今日もね、横浜まで埼玉から走ってきた往路でも全然乗り心地悪くなかったんですが、今3列目どうですか？狭いけど乗り心地は問題ないということで、2列目はどうですか？快適です。快適ですと、いうことで、なんかピッチングがひどいとかね、カンカン来るとかね、ヘッドレストに頭を打ちつけるみたいなことは今のところ発生してないみたいなんで、まあね、まだ走り始めたばっかりなんで分かんないですが、まあ、これからね往復、500キロぐらいはあると思いますんで、帰りはねちょっとね寄りたいところがあって、ちょっと、またそれもねレポートしたいと思うんですけれども、ちょっとねワンソク家ゆかりの場所をちょっと訪ねるという、企画を催してまして、それもねやりながら帰ってくるので、おそらくまあ往復まあ、500キロはあるんじゃないかなと思うんでね、ロングドライブで多人数乗車で果たしてどんな乗り心地を、見せてくれるのかっていうのをね、楽しみに、CX80 走っていきたいと思います。はい、今ですね関越道高坂サービスエリアまで来ました。現在の、走行距離が468キロまで伸びました。まあ、結構200キロぐらい走ってきたってことですかね。で、航続可能距離がなんと伸びて960キロとで、平均燃費も 18.7 まで伸びました。いや燃費いいですね。でね、高坂サービスエリアでは、まあ、トイレ休憩をしてですね、くーちゃんのちょっとドッグランがありましたので、ドッグランでねちょっと、くーちゃんを休ませてですね、であと珍しいね焼き芋の自販機っていうのがあって、紅はるかのねさつまいもを使ったね焼き芋自販機があったんですけど、500円ということで安くはないんですけど、なんかちっちゃいのが2本入ってて、で、なんかカプセルみたいなのの中に入っててですね、あったかいのと冷たいのが選べるということで、今回冷たいのにしてみましたけど、味はね、意外と甘さ控えめで、でも結構ねっとりとした食感があって美味しかったですね。うん。なんかちょっと生クリーム欲しくなるような味でしたけど。で、あとですね、ここには、ウルトラマンゼロのなんか自販機があって、買うとね、なんか一言喋ってくれるということで、他にもね、アダタラとかにもセブンがいたりとかしますけど、ここはゼロがいて、お金を入れて買ったらこんな感じで喋ってくれました。そんだけかーいって感じですけど、はい、ということでね、ここからまた、関越道を上信越道の方に向かって走って行きたいと思います。はい、今ですね、軽井沢碓氷軽井沢インターチェンジに降りていきますが、妙義の山がね今目の前に見えてるでしょうか。いやー、この辺のね上信越道はやっぱりね気分がいいですよね。そして紅葉が今ね11月ですけども綺麗ということで、軽井沢までやってきましたね。ここからちょっと、今回、弟側がですねプリンスの、ショッピングモールに行きたいということなんで、そちらでね、目指して走っていきたいと思いますが、久しぶりですね、軽井沢来たの。ここまではですね結構乗り心地も良かったなって思ってるんですけど、どうですか後ろの人。ちょいちょい跳ねます。ちょいちょい跳ねる。今のところとかちょっと跳ねたよね。高速はどうだった？何回か頭ぶつけそう。何回か頭ぶつけそうになるぐらいちょっと跳ねる時がある。ピッチングはしてないんですけど、どちらかというとね、たまにバウンシングしてるっていう風に表現してる人がいるんですが、CX60 はね、間違いなくピッチングだったんですよ。要は前が上がって後ろが下がって後ろが上がって前が下がるみたいな、そういうね、横軸を中心に前後にね、触れてたんですけど、今回の80はどちらかというとまさにバウンスっていうような前後輪同時に、浮き上がるみたいな、そういう挙動をしている気がします。
なので、頭をねヘッドレストに打ち付けるという感じではないんですけど、このまあの上下したままふわっと浮くような感じに、ボディの挙動が感じられることがありますね。さあちょっとここから薄い峠ですかね、ちょっとワインディングを走っていきますが、フル乗車かつちょっとクーちゃんがいるんで、あの以前ね、あの美しが原高原美術館に行く時のワインディングであの吐いたということがあるんで、ちょっとね安全運転かつ酔わないような運転を心がけて走っていきたいと思います。でちょっと舗装の状況が悪いようなですね、継ぎ目がある時はちょっとドシンビシンみたいな、ちょっとバタつきっていうんですかね、あ、まあ、以前にあのね、レポートしたと思うんですけど、あの線路とかを越えるときにバタンバタンバタンってなるような感じの、ちょっとバタつきを感じるような、だタイヤが重いというか、なんかねそういう挙動をする時はあります。まあ、でも全体的にそんなしょっちゅう出てるわけじゃなくて、ある特定のその継ぎ目みたいな、ギャップが大きい穴が開いているような、そういう舗装路みたいなところだとこうビシンビシンっていうのが来るときありますけど、それ以外は結構コンフォートですね。この辺はだから CX60 よりも明らかに良くなっている部分ですし、他の SUV と比べても乗り心地が悪いよねっていう印象にはならないですね。中央列どうですか？快適です。快適ですか、はい、だから3列目とかに比べると真ん中のシートの方があんまり突き上げとかもない感じ？ないと父祖父が言ってますんで、まあ、どうしてもねミニバンとかでも同様ですけど、3列目はねバスの一番後ろの席乗ってると跳ねるというかね、そういう時ありますよね。あれと同じようにどうしても一番後ろの席がこう、上下動が一番多いっていうのは、まあ、ミニバンでも同じなので、まあ、それよりはもしかしたら車高が低いこちらの、SUV スタイルのね CX80 の方がいいと思うんですけど、今ワインディング乗ってるけどどうですか？3列目はそんなに振られないかな。ステップワゴンの時とかの振られた感じ？振られ結構振られ、ああなるほど。ステップワゴンとかは結構振られたっていうような、以前ね伊豆にまたさこのメンバーで行ったことありましたけど、振られてるっていうような感じしてましたが、まあ、あれはやっぱりそのホイールベースより外側に3列目があるんで、どうしてもやっぱ振られる感覚っていうのが強かったかと思うんですが、そういうところではやっぱりその上下動とかロールっていう面で言えば箱型のミニバンよりはSUV スタイルの CX80 の方が視線移動というかですね、酔いづらさみたいなのはあると思います。まあ、ただ絶対的な広さで言ったらやっぱりミニバン、特にステップワゴンはねミドルサイズの中でも一番広かったっていうのもあるんで、そういうところの広さを取るんであればやっぱミニバンの方がいいと思うけど、シート的にはどう？座り心地とはミニバンの方が座り心地いい。あれでも結構ステップワゴンってもうねペラペラだったんだけど、なんか座面とかあとその横幅とかあと背もたれとかの作りとかそういうところはこっちはそこまでこう平板じゃないと思うんだけど、ね、平べったくないと思うんだけど、なるほど。やっぱ狭さがあと頭上高がどうしてもやっぱミニバンには劣るところと、シートの作りよりもそっちの方がどちらかというと居住空間的な狭さが気になるということですね。だからやっぱ3列目までフル乗車で乗るんであれば、まあミニバンの方が結論快適だよなっていうところですね。シートの作りが多少こっちの方が良かったとしても、やっぱ絶対的な広さに、かなう快適性なしというところなんではないでしょうか。ただまあその振られ感という意味ではこういうね SUV スタイルの80とかの方が良さそうというところですね。はいはい、軽井沢プリンスショッピングプラザ到着ですね。混んでますね。こう今日ね平日なんですけど混み込みですね。最近結構ね軽井沢が流行ってるというか人気だそうで、なんかね食べ歩きの街としてもねなんか
駅周辺とかも栄えてるということなんですが、駐車場マジでいっぱいだな、すごいですね。じゃあちょっとねここで、食事と、買い物、して、帰っていきたいと思います。はい、今ですね、軽井沢プリンス、ショッピングプラザ、こちらで、買い物とかね食事とか、いろいろ済ませてきました。いや、なかなかいいところですね。うん、平日なのに混んでる。ワンちゃんもたくさんいましたね。みんな平日なのに、平日休みなのか、それともこうね、割と自由な生活をしてる人なのかわかんないですけど、結構ね、セレブな感じのするショッピングセンターでしたね。まあ、結構外国人観光客、まあ、中国の方だと思うんですけどが結構多かったなという印象ですね。今は日本どこ行ってもそうかもしれないですけどね。で、そちらのフードコートでですね、お腹を満たしまして、で、私は何をとち狂ったかですね、なんか量が多そうなチャーハンを頼んだらですね、買ってから気がついたんですけど、横浜中華街って書いてありまして、横浜から来たのにわざわざ軽井沢に来て中華街のお店のチャーハンを食べてしまったという感じでしたけど、他のね家族はカツ丼食べたり、カレー食べたり、ハンバーガー食べたりといろいろね好きなものを食べてました。で、その後はね、ドッグデプトで、弟が犬グッズを買いたいというので、見てましたけど、その間私はですね、その辺の、お店をブラブラしてシップスでシャツなどを買ってですね、それでまあこれからキロに着くという感じですね。今日の宿はですね、ここから27キロぐらいなんですけども、北軽井沢にあるゆとりろガーデン、北軽井沢ウィズドッグというところに、宿泊の予約をしてますので、そちら向かっていきたいと思います。以前にもね、ゆとりろ立品に泊まったことありましたけれども、今回は、北軽井沢ということで、北軽井沢ね、目指して走って行きたいと思います。いや、しかしね、紅葉が綺麗ですね。いい季節に軽井沢来ましたね。はい、今北軽井沢の方に向かって走ってますが、正面に浅間山が見えています。色づいてますね。もうだいぶ西日になってるんでね、あんまりちょっと霞がかかったみたいにちょっと見えないかもしれないですが、いや、めちゃくちゃ綺麗ですね、紅葉が。たまにこういう秋を感じる旅をするのもいいですね。はい、今ですね、白糸ハイランドウェイを走っています。ワインディングロードですね。いや、でもめちゃめちゃトルクあって、このフル乗車して山登ってるとは思えないぐらいぐいぐい登ってきますね。この辺はやっぱディーゼルいいですね。まあ、燃費はねちょっとぐいぐい下がっていってですね、ずっと上り坂が藤岡からね、ずっと妙義山を登って軽井沢までね、標高高いところまで来たんで、今リッター 16.8 まで下がってますけど、いや、ワインディングも全然ロールしないし、まあ、結構今ね舗装路荒れてるんですけど、運転席乗ってる限りはそこまで不快って感じじゃないんですけど、どうですか3列目。ここは全然問題ない。ここは問題ない。あ、だからワインディングとかは意外とやっぱりそのミニバンとかに比べて振られる感じっていうのが少ないのかもしれないですね。突き上げとかも大丈夫そう？大丈夫そう。あ、大丈夫そう。結構荒れてるんですけど、突き上げも大丈夫そうということで、あ、だから CX80 だから3列目まで意外と大丈夫そうかもしれないですね。2列目はどうですか？大丈夫です。大丈夫ですか？問題ないです。問題ないということで、意外とホイールベース長い恩恵が出てるかもしれないですね。うん。はい、今ですね、鬼押しハイウェイを走っています。ここもね気分いいんですよね。左側にね、浅間山がちょうど開けてくるところだと思いますが、ここがね、ちょっと休憩スペースみたいになってますけど、ちょっと浅間山はこの角度、 GoPro の角度的にはちょっと見えないですが、肉眼ではね、左に確認できています。こんなところにね、宿があるんですね。すごいな。本当に道合ってんのかなこれ。はい、今ですね、鬼押し出し園来ました。お、久しぶり。ランドローバーのね、レンジローバーの試乗会の時にここで撮影しましたけど、それ以来久しぶりですね。鬼押し出し園のすぐそばに宿があるということで、ちょっと明日ね、鬼押し出し園何気に中入ったことないんですよね。いつもここでね、素通りとかね駐車場で撮影してるだけなんで行ったことないんで、
犬連れて入れるんだったらちょっとね鬼押し出し園も見てみたいなと思いますが、いやーすごいなんかね景色が金色に染まってるって感じでめっちゃ綺麗ですね。そして間もなくもう本当に鬼押し出し園を過ぎたすぐ先に、今回のゆとりろガーデン北軽井沢があるということですので間もなく到着ですね。はい、間もなく、ゆとりろガーデン北軽井沢到着。いやしかし紅葉と絨毯が美しいですね。いやいいシーズンに来たな。ちょっともうね日が沈みかかってまだね3時台なんですけど、本当にこっちで合ってんのっていうようなぐらい無人の別荘街、ちょっと若干廃墟感あるよぐらいの。はい、こちらがゆとりろガーデン北軽井沢ですね。あ、正面にブルートレインが見えてますが、なんかマツダのナビがマツコネがちょっとポンコツで裏手を案内してくれたせいでめちゃくちゃな道を通されましたが、多分もっとアクセスしやすい道があったはずですね。はい、到着しました。車寄せに止めて荷物を下ろして、チェックインしたいと思います。はい、ということでゆとりろガーデン北軽井沢、こちらに一泊しました。いやなかなか良いですね。ゆとりろシリーズはですね、以前に立品に泊まったことありましたけども、今回は、そのねワンちゃんと泊まれる施設として2回目、利用させていただきました。結構ねやっぱねロケーションがいいですね。あの建物の目の前になんかブルートレインのあの寝台列車みたいなのが展示してあって、まあ、中には入れないんですけれども、まあ、ちょっと映えスポットみたいな感じですよね。ワンちゃんと一緒に写真が撮れると。で、建物自体もね、結構綺麗で。で、ロビーにはですね、ワンちゃんも、マナーベルトっていうね、おむつみたいなのをしてれば入れるラウンジがありまして、そこではコーヒーとか、紅茶とかが飲めるようになっていると。で、暖炉みたいなのもあってね、結構雰囲気が良かったんですけど、そこではワンちゃんの、あの、おつまみだけフリー、食べ物になってて、人間は、あの、おつまみはないんですけど、まあ、でもね、コーヒーは飲めるようになっていると。で、恒例のお部屋チェックなんですけれども、お部屋はね、今回めちゃくちゃ広かったですね。まあ、入ってすぐのところにはですね、あの、ソファーとテレビがあったんですけれども、そのね、奥が小上がりになっていて、畳敷きになっていると。まあ、結構、だから10畳ぐらいあったんじゃないかっていうぐらい広かったですね。まあ、そこに、まあ、セルフで布団を敷いて寝るんですけれども、さらにですね、2階があって、メゾネットタイプになっていて、2階には、あの、洗面所と、あと、お風呂もちゃんとついていました。で、そこに、洋室のベッドが2つあったんで、
まあ私と親父がね、そこのベッドで寝て、あとそれ以外のね、家族が下で布団引いて寝たという感じだったんで、かなりね、快適に過ごせましたね。で、夕食はね、コースになってたんですけど、あのね、焼き野菜のバーニャカウダとかも、あのかなりの量があって、もうキャベツだけでお腹いっぱいになっちゃいそうなぐらいあったんですけど、まああとね、ラタトゥーユとか、あとコールスローとかね、いろいろあって、それ以外にもですね、スープとかも出て、ブイヤベース、パンをつけて食べるブイヤベースとかですね、あと、スペアリブと、ローストビーフも出たということで、結構ね、満足できる量でお腹いっぱいになりましたね。で、デザートにね、バナナのクレームブリュレが出たんですけど、それもね、めちゃくちゃうまかったですね。で、温泉もね、ついていて、大浴場がついていて、しっかり温泉になっているということで、内湯だけでしたけど、満足できました。で、翌朝はね、ちゃんとビュッフェではない、モーニングの、メニューが出るんですけれども、ご飯と、パン、出来たての、クロワッサンとかね、あと味噌汁、納豆とかは、食べ放題になっているということで、梅干しとね、納豆だけで何杯も食べれる人はね、お腹いっぱいになるんじゃないかと思いますが、私はまあ一杯と、あと、焼きたてクロワッサンをいただいたという感じですね。はい。で、中の施設はね、さすがワンちゃんとね、過ごせる、建物、施設ということで、屋内ドッグランも併設されているという感じでした。もちろんね、部屋にもケージもあったりとかね。で、畳のところもですね、マナーベルトをつけていれば上がって OK ということだったんで、おパンチュー犬みたいな感じでですね、そのパンツを履かせて、クーちゃんもね、畳でくつろいでたという感じです。いやー、なかなかね、部屋が広いとやっぱりいいですね。はい。ということで、チェックアウトですね。で、ホームページ、公式ホームページから、予約をすると11時のレイトチェックアウトができるということだったんですが、今日はね、ちょっと行きたいところもあるんで、早々と10時ぐらいにチェックアウトして、今ちょっとね、写真とかを撮影して、これからですね、せっかくなんで、鬼押出し園が近いんで、そちらにね、寄り道をして、今日、ワンソク家が行きたいところっていうのがね、実はご先祖のお墓が、茨城にあるということで、親父の記憶を頼りにですね、そちらちょっとね、寄り道かなりの、3時間ぐらいの寄り道にはなるんですけど、まあ、せっかく北関東の方まで来たんでね、そっちを寄って、横浜の方に帰っていきたいと思います。いや、それにしてもね、ここのロケーション最高ですね。はい、こんな感じで、もうね、紅葉真っ盛りという、別荘地を抜けてってますが、いや、めちゃくちゃ綺麗。これはね、サイ&コーですね。いや、いいシーズンに来たなって感じしますね。いや、また来てもいいな。特に秋に来たいなと思う、ゆとりろガーデン北軽井沢でした。はい、再び昨日ぶりに鬼押出し園到着ですね。何気にこのね、園の中に入るのは初めてなので、ちょっと楽しみですね。じゃあちょっとここで、駐車場に止めてですね、ちょっと鬼押し出し園、多分クーちゃんも入れると思うんで、行ってきたいと思います。さすが、あ、無料駐車場なんだ、ありがたやありがたや。はい、じゃあ到着ですね。おお、正面に浅間山が雲をかぶってますが、神々しいですね。はい、今ですね、鬼押し出し園初めて行ってきましたけど、いや、思ってたよりすごく良かったですね。あと天気がやっぱ良かったんで、すごく気分が良かったですね。めっちゃ景色最高で、紅葉のね、黄色と赤の絨毯がもう素晴らしく綺麗で、サイ&コーでしたね。上にね、観音様が、お寺がありまして、で、そちらにですね、そこまで 500m ぐらい表参道っていうところをね、走っていくんですけど、まあ、せっかくなんでそこまで歩いていきましたけど、すごくね、気分良かったですね。で、浅間山のね、ふもとでね、溶岩石を見ながら、山というかね、遊歩道みたいなところを歩いていったんですけど、とても綺麗でしたね。松の枝葉っぱかが雪のように降ってますけど、はい、気持ちのいい軽井沢でしたね。いや、最高でしたね。いや、この季節に来る軽井沢おすすめですね、マジで。はい、ということで鬼押出し園を後にしまして、
ワンソク家が向かうのは茨城県ということで、ワンソク家ゆかりのですね、父方のおじいちゃんぐらいまでの墓は横浜にあるんですけど、それよりももっとご先祖さんのお墓が茨城にあるということで、親父の記憶を頼りにですね、そのお墓を探して、ちょっとねお参りがしたいなと、お墓参りしたいなと思って、今回ねちょっと向かってますけれども、ここから、250キロぐらいとで、到着予想時間3時58分で出てるから結構今ね11時50分なんですけど、4時間ぐらいかかるコースですね。まあちょっと覚悟を決めてね、こういう機会でもないとね、行くこともないと思うんで、ちょっと家族全員でねお墓参りしたいと思います。行ってきます。はい、今ですね茨城県某所まで来たんですけども、それらしいお墓は発見できたんですけども、お墓というかお寺ですね。ただですね、30年以上、行ってないということで、親父とですね弟がですねまだ小学生の時に、行って以来訪れたことがなかったお墓だったそうで、行ったんですけれども、あの同じ名字の墓がいっぱいあってですね結果どこだったかわからないということで、まあ、気持ちだけお参りして、帰ってきたという感じですね。皆さんもねお墓参り行くんであればですね、まあ、本家というかですね、まあ、遠い祖先の、お墓っていうのがもしわかるんであれば、もう墓石とか自体もなんか変わってしまっていたかもしれないんで、もうもはやね判断ができなかったんですけど、あの知っているおじいちゃんとかおばあちゃんとかね、そういう、年長者がいるうちにですねお墓参り、遠い祖先のお墓参りも行っといた方がいいんじゃないかなと思います。それではねここから、帰路についていきたいと思います。横浜までですね138キロ、帰っていきたいと思います。まあ、ここから、まあ、約2時間ちょっとということで、そこまではやっぱ遠くないですね。三角形みたいな感じで寄り道してきましたけど、横浜までね、帰っていきたいと思います。はい、ということで、横浜まで帰ってきました。現在走行距離が990キロぐらいということで、自宅に着いて、ここから私はまた埼玉まで戻らなきゃいけないんで、まあ、1050キロぐらいにはなるかなというところですね。いや、ガソリンはね全然行って帰ってこれましたね。残りの航続可能距離も400キロ以上残ってるという状態になってますんでね、燃費はやっぱりね軽油の経済性と相まって非常に良いですね。現在がリッター 18.4 となっていますが、またね埼玉まで戻ったらもうちょっと伸びるんじゃないかなと思うんで、最終的なね燃費は、その後にね発表したいと思いますけれども、あの3列目どうでしたか、乗り心地は。ちょっとバウンドが、バウンドする、あの跳ねるの、それともゆっくり。いや結構跳ねる、結構跳ねる。だからギャップが、だからちょっと強めのギャップの時にはあの頭ぶっけなかった、ぶつけそうになるぐらい跳ねるというあのやっぱ段差もあったみたいですね。結構山道走ってた時とか、舗装状況が悪い道とかだと結構あのガタンガタンで確かに来ていたなっていうところがあったんですが、3列目だとやっぱちょっと尻が浮くまではいかないけど、尻が浮くまではいかないよね、尻が浮くまではいかないけど、まあ、結構跳ねるというようなことだったんで、まあそれはやっぱ道路状況にもよるかなと。ただそのフラレ感っていうのはミニバンよりは抑えられてるかなって感じ。そんな感じ。なるほど。2列目はどうでした。全然問題ない、ね、2列目は快適です。あ、2列目は特に問題ないということなんで、まあ、3列目の方が多分その、まあ、車軸の上に座ってるっていうね、あの位置関係の乗り心地の都合っていうのもあるかもしれないですが、ホイールベースの真ん中にある2列目であれば、まあそこまで跳ね感っていうのもなかったってこと。跳ね感はなかった。2列目は跳ねる感じはなかったということだったんで、まあそれはやっぱ3列目の方が跳ね感っていうのは感じたかなと。ただ路面がうねってるようなところだと、まあいわゆるバウンスと言われるような前輪後輪一緒にふわっと浮くようなこう挙動をする、船乗ってるみたいな挙動する時はありました。まあこれはまあ CX80 に限ったことではなく、まあ他のね大きな割と SUV でもありがちなんですけれども、まあ今までの60だとピッチングが起きていたようなところではピッチングは発生してなかったかなと全体的に。
それよりはふわっと浮くようなバウンスのような挙動が出てたところはありましたけど、まあ、でも全体的に快適だったなという感じですね。やっぱミニバンよりもドライバーズカーという印象が強かったです。はい、ということで、ここで家族を降ろしてですね、私また埼玉まで帰っていきたいと思います。はい、ということで、埼玉まで帰ってきました。現在の走行距離が1065キロと、そして平均燃費がリッター 18.5 まで上がりました。バチ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 。スタートしてから一度も給油してないんですが、まだ360キロも走れると書いてあります。いや、燃費はマジですごいですね。実家の横浜で家族を降ろしてですね、そこから埼玉まで走ってきたんですけれども、首都高をね、1時間ちょっと走った時の平均燃費はなんとリッター22を超えていたということで、首都高をね、特にそんなに渋滞もなく走ってこれたんですけど、ちょっとだけまあ渋滞してたんですけども、それでね、リッター22が出るっていうことは、やっぱ高速燃費はむちゃくちゃいいですね。まあ、今回ね、帰りは家族を降ろして一人乗車だったんで、それで軽かったっていうのもあると思いますが、いや、燃費はめちゃくちゃいいですね。しかも嬉しい軽油なので、まあ、経済性も良しということですね。まあ、今回は初めてのフル乗車してみましたけれども、家族を降ろして感じたのはね、やっぱブレーキの制動距離ですね。うん。多人数乗車してるとやっぱ止まらないなという感じもあります。で、昨今ね、マツダのブレーキタッチっていうのは、踏み代に応じて制動力が立ち上がるという感じになっているので、ちょっと踏んだらちょっとの制動力。グッと踏めば、力強い制動力という感じで、欧州車とかのね、動力が弱くても制動力がグッと立ち上がる、ブレーキタッチに慣れていると、まあ、最初はね、ちょっとおっとっと止まらないっていう印象になるんですが、まあ、それが多人数乗車した時は、よりね、ちょっと強めに踏まないと止まらないという印象はありました。まあ、それもね、慣れで解決できる部分だと思いますが、まあ、よりね、多人数乗車した時には、ブレーキはちょっと強めに踏まないといけないなという印象でした。まあ、でもね、逆に、ちょっと、軽く制動したいなっていう時とかはコントローラブルだなっていうね、メリットもあったんで、まあ、それはね、マツダが目指していたところなのかもしれませんね。コントローラブルなブレーキタッチと言えると思います。まあ、あとはね、突き上げとかに関しては、まあ、弟とかね、父親母親なんで、まあ、一般人の感想というところでしたけれども、まあ、2列目は比較的乗り心地は良いという、評判でした。でも3列目になるとやっぱちょっと、突き上げとかですね、やっぱ振られる感じっていうのはそんなになかったそうなんですけれども、まあ、ちょっとね、跳ねるような感じがあったというレポートが上がってきました。まあ、でもね、総じて CX60 で感じていたようなピッチングとか、もっとガンってくるような感じっていうのはなくね、どちらかというと船乗ってるみたいなふんわりとしたね、乗り心地が印象的でした。ただね、ちょっと荒れた、こう、舗装路というかね、段差があるようなところでは、まあ、ちょっとガガンってくるような時もありましたけど、まあ、それでもね、全然許容範囲だなと思いました。いや、なかなか、うん、想像以上に満足したというのが今回、800キロ走った、感想ですね。まあ、家族もね、総じて乗り心地良かったよっていう風に言ってくれてたんで良かったなと思います。いや、ほっと胸を撫で下ろしたという感じですね。まあ、ちょっと一つね、秘宝としてはですね、オッドキャストをですね、CX60 では使えてたんですけど、今回の旅でも使おうと思ったんですが、 P3 がですね、一瞬認識するんですけどすぐ落ちちゃう、でデバイスとの接続が確立できませんでしたみたいなね、エラーになってしまうということで、オッドキャスト P3 が使えませんでした。先日繋いだね、オッドキャストのカーテレビメイト、あちらは確かに不安定で落ちてしまうことはあったんですけど、使えてはいたんですが、今回 P3 は全然立ち上がんなかったですね。一回も立ち上がんなかったんで、ちょっと使えないという結論になりました。もしね、使えてるよっていう人がいたら、もしかしたらファームウェアの、オートキャスト側のね、ファームウェアのアップデートで使えるのかもしれませんが、AT ではちょっとね、使えませんでした。これは秘宝になりますね。ということでね、800キロ、往復800キロの超ロングドライブ、行ってきました。軽井沢まで行ってきました。鬼押し出し園も良かったな。ということでね、これからも愛車でね、日本全国47都道府県を巡る車旅やっていきますので、こんないいところがあるよとかね、いい場所ありましたらぜひ教えていただければと思います。またね、くーちゃん連れて次は2月ぐらいかな、うん、静岡県とかね、行こうかなと考えています。車でも何でもね、欲しいと思った時が買い時ですしね、旅もね、行きたいと思った時が行き時ですからね、好きなことして経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバー、ワンソクチューブ、次回もお楽しみに。
ワンソクチューブではメンバーシップを募集しています。買って残念だった車とかね、車を買うための副業の始め方、試乗や撮影の裏話などなど、メンバーシップ限定動画を週に2本投稿しています。さらに月に1度のメンバーシップライブ、そして半年に1度のメンバーシップオフ会なども開催しています。プランは2つあって、お試しのライトプランもありますんでね。メンバーシップで待ってるぜ。